カンポース・ド・ジョルドン鉄道は、ブラジルのサンパウロ州のパライバ渓谷にある、ピンダモニャンガバとカンポース・ド・ジョルドンの間で、運行されている、電気鉄道である。この路線は、旅客輸送が中心であり、現在は観光の目ともなっている。サンパウロ州政府が保有し、同州の体育、観光部が管轄している。このカンポース・ド・ジョルドン鉄道は、結核の治療に、 理想的な気候を有する山である、マンチケーラ山脈にある町であるカンポスド・ジョルドンに、患者たちが迅速かつ快適に行けるようにするために、1910年にサンパウロ州知事の署名を受け公式に着工され、1914年に開業した。1924年には、全線がイングリッシュエレクトリックにより電化され、電車のみによる運行が開始された。この路線は、 当初は前日の通り観光スドジョルドンの療養院への交通手段と農産物の出荷という建設の目的を満たしたが、やがて沿線に広がる渓谷と山との自然美という特色により乗車する観光客が増加し、観光の目玉となったことより、1970年に州政府の都市圏交通部に所属することになった。期間は1000ミリメートル、電化方式は、 直流1500ボルトの河川充電式である。平坦な区間では時速3 2トル勾配区間では時速1 6トルの速度で途半しており、全線4 7トルで電化されている。サントアントニオ・ド・ピニャールにある変電所から全線に電力を供給している。ピラクアマ駅と貸式停留場の間には、ブラジルの鉄道の最高地点が存在する。 この駅間の距離は 16km であるのに対して、高低差は 1339m であり、同区間に存在する約11%の勾配を粘着運転で征服する世界的にも稀な鉄道である。ブラジルの鉄道の最高地点であるアルトドラゲアド、四十 1743m 電車は、製造当初は木造車体を有していた右端は唯一の変電所。 ありがとうございます。